一騎打ちタイムのお時間です。よっしゃ。一騎打ちタイムとは、皆様方と我々青い武将隊で刀を交えて戦うのではなく、簡単なミニゲームで争いまして、勝者には素敵な贈り物があるという、そういったお時間でございます。そうだね。でもなんか今日な、刀で戦っても良さそうなお方たちがおるぞ。そうだね。この周りね、なんか怪しい人たちがおるもんで、ね、探してみて。真ん中ぐらいに。じゃあ、あの人たち。岐阜の方々、ぜひ、中の方へお越しください。どうぞお越しください。恐れ入りますな、お客様方。道を開けていただけると、スパーッと。申し訳ございません。ここから回っていただくと。ありがとうございます。まずは脇から。すみません。ありがとうございます。やはり目立つね、一般の中におると確かに ね、目立つね。今日はゴールデンウィーク最終日に岐阜から中野が、あ、今日雨予報だったのじゃが、拍手でお迎えくだされ。あれはさあ、岐阜城盛り上げ会の皆様でございまする。いやいや、一瞬あのてるてる坊主が何か今日はそんな皆様方と我々で一騎打ちタイムということでね、戦ってみようと思います。本日の、種目は、叩いてかぶってじゃんけんぽん対決ということで、まあ岡崎に来たからには皆をボコボコにして帰らせようというね、そういった感じで頑張りましょう皆様方。うん、なんか岐阜城盛り上げ隊の皆様方の中からもう推薦で選んで準備しておられるということで、今日は対戦相手の方はどちらで。お、濃姫。濃姫が。お、よかった。もうあの吉達の殿のあの斧でかぶってね、ぶん殴られると怖くてしょうがないの。というかもう皆様方、あのこの人一体誰という顔しておりますので、まず自己紹介から簡単に。簡単な自己紹介ね。西の三人衆が一人。こいちっちゃ。こいちっちゃ。マイクの中がマイク。マイクのボリュームのせいじゃん。あ、大丈夫ですか。びっくりしちゃいました。はい、西見の三人衆が一人、安藤森成でございます。お、他に稲葉一徹と宇治江牧前というのがいるんですけども、その中では結構影の薄い方で難儀しております。だいぶ自虐じゃない。自虐したね。ではお次。お、皆衆元気なのか。お、はい。美濃のマムシと言われた斎藤堂さんである。我々岐阜城盛り上げ隊は各州にて岐阜城にて、皆様と遊んでおるゆえ、参陣してくだされ。以上。ありがとうございます。よっ。さあさあ、マムシの道山の娘の姫でございます。私は暑さ寒さにちょっと弱いものですから、参陣するのは春と秋のみとなっております。体弱っ。弱い。会いに行きたいという方が来られましたら、春と秋によろしくお願いいたします。ありがとうございます。春と秋、濃姫。これまたいかつい。斎藤堂さんのマイクボリュームお願いいたします。入ってますか。大丈夫でございます。斎藤堂さんの息子で、まあ、2代目の岐阜城稲葉山城の当主になった斎藤義勝と言います。で、まあ親父殿をプチッと殺しちゃいました。お茶目。いやいや、もう見た目がぶっそうだけど声が可愛いっていう、声は意外と可愛いから ね、 いでは、ね、あんまり喋りたくない。あら了解でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お次の方お願いいたします。はい、こんにちは、竹中半平と申します。こんな顔してますけど、まあ優しいんでいっぱい写真撮ってくださいね。優しい。はい、どうもです。尻尾生えとる。尻尾生えとる。はい、尻尾生えとる。どうですか。これは、ちょっと秘密なんですけど、他の武将隊の方にですね、竹中さんがいらっしゃいますので、私実は影武者ということになっておりますので。なんと。なるほど、影武者ということでございます。はい、喧嘩しないような理由でつけてます。なるほど。ありがとうございます。マイペースだな。うん、そんな岐阜城盛り上げ隊の皆様との中の濃姫と、青い武将隊の誰かが戦うということで、本日はね、女子と男を戦わすにはね、ダメということで、私自らが
挑戦いたしますので、なるほど、珍しい。さあ、用意を持て、叩いて被ってる用意を持て。急にどうした急にどうした急にどうしたスイッチ入ったな。いや、岐阜からわざわざいらっしゃったということでな、これはまたボコボコにして返してやらんのかな。手加減ですね、お天場で有名でございましたから。ああ、弾が早いぞ。お主大体そうやって生きり立った時毎回負けとるけど、負けちゃうけどね。みんな頑張って応援してな。ルールはお分かりでございます。ルールの方はですね、まずじゃんけんは、最初はグーじゃんけんポンではなく、カンニンカンニンカンニンじゃという形で行いまする。アイコの場合は、なおアイコの場合はカンニンじゃと1回で行いまするので、ぜひあの皆様方ご一緒にお声をかけてあげてくださりませ。さあ行きましょうか。さあ、今ハンデ戦になるぞ、その片手だと。そうだよね。はい、座れんから大丈夫かね。立っても大丈夫でございます。大丈夫ですか。では行きましょう。皆さん掛け声の方よろしくお願いします。せーの、カンニンカンニンカンニンじゃ。ピトンって音がせんすね、やっぱな。さあ行きましょう。せーの、カンニンカンニンカンニンじゃ。これは明らかに負けたな。完全に、これは稲の負けでございますね。ノーヒメの勝ち。もしやっぱり切り立った割には負けるな。おかしい。爬虫のここで顎を打った。なんて言うか、やっぱり顎が出過ぎとる。あの、違う、爬虫のここで顎を打った。あ、そういうことか。ありがとうございます。負けました。いやいや、なんかな、あの、大人しそうな顔してなかなか素早かったの。さすが担当動作の娘ということで、このままでは稲が悔しいということで、青山商店の中からもう一人、もう一人出ろ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 。そして予定では1回だけの戦いでございましたが、稲が納得いかんということで、もう一回戦いたいということか。それはもう、あの、大将と戦った方が。お、負けてよう言えるなとしてもいいじゃないか。大将殿、大丈夫ですか。よろしいですか。東山殿、では恐れ入ります。青い武将隊、そうですな。誰が行きます。やはりわし、我らが筆頭がよろしいんではないですかな。ここは娘をやられた敵討ちに父親が行ってるところだ。あ、待てーぞ。なるほど、なるほど、止まりがってんじゃん。行って。なるほど、そうじゃな。負けるよ。敵を撃ってくるということじゃな。まあ、戦国最強と歌われた、本田殿でございますからな。平成の世においてはこの一騎打ちタイム1回もまだ勝っておりません。ダメージ。1回くらい勝ったか。1回か2回くらい勝っとる。あの頭にピコッという音が聞きたいぞ。頼むぞ、頼む。そうじゃな、マシンと。まあ、わしある意味もかぶとか。もうこれも本当にガチで、さあ、戦っていきます。そんな遠くからねえのか。さあ、バシンついていただいて。よろしくお願いいたします。ただかつ、お前、オケかぶれねえんじゃねえか。なんとかする、なんとかするよ。高いね。じゃあ、皆様ご一緒にお願いいたしますぞ。参りますぞ。せーの、カンニンカンニンカンニンじゃ。ふじゃふ。おお。やっせーな、やっせーな。もう一回いくぞ。せーの、カンニンカンニンカンニンじゃ。ふじゃふ。いい音が鳴りましたね。いやいやいや、どうさんどうさん、ご無事か。ありがとうございます。いやいやいや、ということで、さあ、1対1ということですが、そうですな、まあ、ちょっと勝負がつかなかったということで、引き分けだ、引き分けだな、今日はな。また次来てもらうために今日は引き分けということで、参加賞というか何かうちから、あの、そのから噂の力水を、盛り上げてくださりました。ミノの席から来ていただいたんだな。我々のちょっと殿からよろしいですかな。殿からちょっと参加賞的なものがございますので、全然ありがとうございます。賞におめでとうございます。どうぞ。本田同士の争い、ちょっとみっともなく見苦しいですね。そんなことは勝負は大切ですね。はい、どうもお見事でした。これね、グビグビウォーター、家康、グレイト家康か青い武将隊が愛用しております。これを差し上げます。これはただの水ですが、非常に我々の元気の源が入っております。お水でございます。これを今のところ3本しか渡せないのかな。皆さんの分はないのかな。ちょっとご用意いたします。とりあえず3本、あと2本お待
司会でございます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴大きな拍手でお願いします。はい、それでは終わります。はい、それでは終わりますよ。友情盛り上げて。